大谷翔平モデルの新作、高すぎて炎上する。東京表参道の交差点に期間限定ストア、ボス翔平大谷ポップアップストアがオープンした。ボスが大谷選手とのコラボによるアパレルの新コレクション、ボス X 翔平大谷カクセルを発表した。全13アイテムでスマートカジュアルな着やすさと野球にインスパイアされたテイストを盛り込んでいる。目玉となるのは軽量なパフォーマンス素材を用いたスーツジャケット118,800円と、ストライプが大胆なボンバージャケット129,000円などインディゴブルーの色調で表現され、洗練されつつもリラックスしたデザインに仕上がっている。いらん、高すぎだろ。なんやなねん、ボンバージャケットって笑い。ボンバーマンジャケットなら欲しいけど、ボンバージャケットはいらん。何やねんこの写真、子供みたいやん。髪型そうじゃないよな、さすがに高えよ。管理人のつぶやき、大谷選手を値段が高めのアパレルの広告塔にして日本でイベントを募って効果あるのかなって思いますね。もちろんブランド名の普及には一定の効果はあると思いますが、大谷さんってシンプルな服装を好むじゃないですか。私のような一般人が真似しようと思ったら、普通にユニクロ行って服買うだけなんですが。転売屋でもダメらそう。バイヤーもこれは買いんやろ。缶コーヒーやと思って開いた場合はショックを受けているぞ翔平。ボスだから値段は想像通りだけど、デザインがもう少しドジャース味があったらよかったな。ボスやポルシェは野球とはほとんど無縁なドイツのブランド。ボスなんかは日本では無名に近かっただけに大谷効果絶大だ。ポルシェはアメリカが大きなマーケットなのかな。4年も前から大谷をアンバサダーに使うとは敬願があったんだね。別に大谷のファンだからって大谷が乗っている車や着ている服が欲しいわけではない。アメリカの富裕層ガチファンは普通に真似するかもな。日本人はあまりファッションとかの影響は受けなそうよな。管理人のつぶやき、そもそも一般人が規格外の体型の大谷さんと同じ服着たいと思わない気がしますが、っていうかボスって缶コーヒーのボスとは違うんですね。初めて知りました。日本で広告打っても缶コーヒーの方の販売促進効果の方が大きい気がします。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。